すべてのキャラクターファンに捧ぐ SMP 食玩モデリングプロジェクト。4つの企画から構成される大型計画が始動。2016年スーパーミニプラとして始動し、2021年に SMP として引き継がれたブランドは、あまたのキャラクターを立体化、そしてアクエリオンシリーズを経て、その系譜が100を迎える。百獣戦隊ガオレンジャーよりゴッドパワーアニマルが SMP で神獣合体。新モーションプロポーションを追求し、百獣の神が蘇る。プレミアムバンダイ限定で予約開始。ガオゴッドの商品化を記念し、スーパー戦隊シリーズの記念再販もプレミアムバンダイ限定で開催。 SMP は止まらない。勇者特急マイトガイン帝国通りにただいま到着。10月発売予定。 SRX 計画が始動。近日登場。 SMP はまだ見ぬ作品を商品化するべく広がっていく。造形に特化した SMP オルタナティブデスティニーの第3弾、超獣戦隊ライブマン企画始動。2022年冬情報解禁。さらなるスピンオフブランドが誕生。 SMP のコンセプトを継承しつつ、人体的可動に特化したアクションフィギュアプラキットブランド、その名も SMP 決めポーズ。ポーズが決まる、アクションが決まる、それが決めポーズ。フィギュアの新定番はこれで決まり。続報を待て。食玩プラキットは SMP。